静岡市歴史巡り町話。今日は静岡市清水区の興津を訪ねます。1889年明治22年、東海道本線が東京新橋駅から神戸駅まで全線開通し、これをきっかけに興津の町は大物政治家たちの別荘地として注目されるようになりました。明治維新の立役者の一人、井上馨も明治29年、現在の清水区興津横砂に別邸を建てました。長者荘と呼ばれたその邸宅は5万坪と言われる広大な敷地にあり、みかんの栽培も行われていました。茶の輸出を推進するなど地域経済にも貢献した井上馨。亡くなった時にはこの偉人の葬儀のために邸宅の敷地を通っていた東海道線に臨時の停車駅が設けられたといいます。風光明媚で冬でも温暖な興津は別荘地としてにぎわいを増していきました。江戸時代に興津駅の脇本陣だった水口屋、昭和60年に400年の歴史に幕を下ろすまで政財界人、小説家など多くの著名人がここを訪れていました。水口屋をたびたび訪れていた明治の元老西園寺公望は興津の地を愛し、1919年別邸座御所を建設しました。京都から大工を呼び寄せて作られた純和風の別邸は見事な竹の欄間など職人の技が光ります。2度の首相就任を果たし一時代を築いた西園寺公のもとには、第一線を退いた後も時の首相や閣僚が訪れ、それは興津詣と言われました。昭和15年、西園寺公は92歳にして座御所で亡くなり、その棺は興津駅から列車で東京に運ばれました。静岡市歴史巡り町話、今日のお話はこれにて。興津で日本の政治が動いていた時代があったのかもしれませんね。